今日は息子と初めてレモネードスタンドというものをやったので、それを皆さんとシェアしたいと思います。私は朝からフロランタンを作りました。このクッキーはフレンチのもので、日本人なら結構知ってる人は多いと思うんですけれども、アメリカではあまり見かけないお菓子です。息子はメインであるレモネードをダディと一緒に作っています。初めてのレモネードスタンドは大成功でした。来てくれたお客さんの中にはチップをたくさんくれた人や、レモネードはいらないけど寄付だけするねと言ってお金をくれる人がいて、どのお客さんも子供にとても親切にしてくれました。子供にとってはお金の計算や接客をしたり、とてもいい経験になったようで、やってよかったなと思います。マメ。ほう。